18歳以下への10万円相当の給付について松野官房長官は現金での一括支給について想定していないと否定的な考えを示しました。18 10歳以下へののの万万円円相当の給給付付は年内に5万円の現金給付を 来年の春ごろに5万円相当のクーポンを支給することにしていますが大阪市の松井市長は中学生以下についてペナルティがなければ年内に10万円を現金で一括支給したいと述べています。これについて松野長官は、は、5 5万万円円のの現金給給付と5万円分のクーポン支給は 財源が異なる別の給付措置で同時支給は想定していないとして10万円全額の現金一括給付に否定的な考えを示しました。